Peggy 18. もともとメタルギアソリッド5ザ・ファントム・ペインっていうのが、まあ、5のゲームです。でその序章となるプロローグの名前がグラウンドゼロズだったんですよね。本編の方はすごい広いマップでグラウンドゼロズの200倍ぐらいのところを行きますので、物語的には導入であると同時にゲーム的にはメタルギアソリッド5の新しいシステムを試しに遊んでもらうようなチュートリアル的な意味も含めてます。ゲーム的にはオープンワールドなんですよね、あのメタルギアソリッド5が。プレイステーション4で、まあ、メモリも十分にありますし、全マップをプレイヤーがアクションしてる裏でロードしながらっていうのが可能になりましたんで、今回からですねもっと自由度の高い潜入ゲームを作りたいということでオープンワールドにしました。やっぱりゲームの一番の醍醐味っていうのはインタラクティビティなんで、毎回プレイヤーが何かをするごとに違うリアクションがあったりすべきなんですよ、ね、なので今回は本当にプレイヤーさんが自分で考えて自分の戦略に沿ってゲームプレイするとそれなりの成果が結果が出てくるっていうような、ゲームならではのダイナミックな展開が得られるというような作りになってますので、いわゆる1回プレイして、まあ、それで終わりっていうことじゃなくて、一つのミッションでもいろんなルートがあっていろんな切り口があって、それをまあ何回も何回も遊べるような、そういったものも今回の5で提供してみたいと考えております。ゲーム中スネークってアイドロイドっていう端末を持ってます。それをそのままタブレットに出したり、あるいはスマホで出してゲームプレイができると。アイドロイドを見るときは切り替えになりますので、ゲームは止まりません。昔の無線みたいに、ゲームは動いてますので、当然それを見ているときに見つかると撃たれます。なので地図見るときはやっぱり身を隠してみるという、まあ、そういう臨場感を出すためにしてるんですけども、タブレットの方に出していただくと、こう手でクリックしながらですね、こう快適にマップ見ながらゲームも遊べるというようなものになってますし、タブレットだけでもあるいはスマホだけでもその入手したテープとか音楽を聴いたり、ゲーム外で予習復習をしたりとかいうのもできますし、そこだけのゲームもありますので、それをお楽しみください。まあ、プレイステーション4でのシェアボタン、まあ、もしくはそのいろんなタブレットとかもつながるんですけど、このまあつながるっていうのがかなりこう具体的になってですね、それがあるからこそオープンワールドなんですよ。オープンワールドであれば自分はこのミッションをこういうルートでこうやって解きましたとか、あるいはこう行くとすごい早いですよとかっていうのがもう100人いれば100通り当然出てくるわけなんで、そこでのまあユーザーの盛り上がりというか自分なりの攻略方法っていうのが出てくるので、ここが一番こう僕はこう注力しているところなんで、なんかもうシェアボタンをどんどん使っていただいてですね、よりそのオープンワールドで自由度が高くなったメタルギアの、まあ、自分の遊び方というか自分なりのテクニックをまあみんなにシェアして、みんなでこう理解を深め合うというようなことをしてほしいと思います。コンソールってリビングでコンソールがあって、そこの世界だけのゲームだったじゃないですか、長いですね。これがそこから飛び出してくるんで、コンソールからいろんなところにつながるっていうか外に出てくるっていう感じがありますので、垂直方向ではなくて水平方向ですね。そこの機能を使えば全然違うゲーム感というか、新しいゲームを作ろうと思いますし、コアなゲームであってもコアなゲームを介してコミュニケーションができるようになるので、ここは非常にこう興味深いといいますか、ここが伸びる一番大きなところになると思います。ゲームを核にしていろんなコミュニケーションを図って、まあ、輪を広げていくか絆を広げるというか、そういうことをやっていただきたいと思います。2月の末にプレイステーション4発売されますけど、1ヶ月後にはグラウンドゼロ出ますんで、ぜひですね一回試していただいて、次世代の表現力がこんなになりましたって驚いていただいて、もうあここまで来たのかというのと、そっち方向ではなくて水平方向の、まあシェアボタンも含めいろんなそのデバイスにつながったりソーシャル要素で
コミュニケーションができたりするようになりますので、そっちの水平方向も感じていただいて、こういうことなのかと、遊んでいただいたらなんとなく、分かると思います。その新しさというか、その未来が見えると思いますので、ぜひですね、楽しみにしていただければと思います。